今日は5月の第二の聖日ということで、母の日礼拝ということになっております。またスペシャル礼拝でもあります。今こうして、大姉妹からのお証しを伺うこともできたことも大変幸いな時でありました。今朝の聖句は、テモテ第一の手紙の一章の5節を中心として、母ユニケに雇った信仰と題してメッセージをさせていただきたいと思います。五節の言葉をまず読ませていただきます。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに雇ったもので、それがあなたのうちにも宿っていることを確信していますというお言葉でございます。この5月の第2の聖日、先ほど言いましたようにお母さんに感謝をする、そういう思いの表す日であるわけですね。でこの母の日の起こりといいますか、いつから起こったかというとですね、もう何回も言われておりますので、もう記憶にあると思いますが、1908年なんですね。1908年というのはね、私の母が生まれたのがちょうど1900年なんです。ですから、私の母が8歳の時に母の日のが初めて起こったその起源の年なんだなということを思いながら、今朝ですね、この準備を進めておりました。起こったその場所ですけども、アメリカのマサチューセッツっていうこのウェブスターというところですね。そこのこのメソジスト教会から始まったとこう言われております。では日本ではですね、いつからこれが始まったかといいますと、1923年ですねに初めて最初に行われたという大正ですと、大正は12年ですね、大正12年、約100年ほど前になろうかと思うんですが、最初の母の日日本でも行われたとこう言われております。でしかし今ではね、クリスチャンであるとかなしにかかわらず、まあ、最初これは教会から始まったわけなんですけれども、クリスチャンであるとなしとのかかわらずですね、全てのところにおいてこの母の日ということが祝われている、世界中で母の日が祝われているわけですね。母の愛というのはそれほど普遍的な愛であるということができるかと思います。誰の心にも母は生きているということですね。そして母愛とは何であるかということもまたこれを通して知らされているということだと思います。私は母こそが神の愛を最初に伝えてくれた宣教師であると思っております。私たちは聖書を通して神は愛である、愛なる神というものを教えられたときに、そのことがですね、すっとこう飲み込むことのできる分かと言いましょうか、それを理解させていただくことができるのは、私たちは愛されている、あなたは愛されるために生まれてきたという賛美がありますけれどもですね、私たちは母によって、お母さんによって愛されたという経験があるから、私たちは神の愛が分かるんですね。地下水のようにそこに豊かな水がある、その水を汲み出すためにポンプで汲み出すわけですね。昔のポンプというのはですね、私の子供の頃はこのシリンダーがあって、こう手押しポンプがありましたんですね。で手押しポンプはあるんですけども、使ってないとですね、パイプと地下水の水との間に、あるいは井戸水との間に
水がつながっていないといくらポンプやってもですね、水が上がってこないんですね。ですから向かい水っていうのがありましてですね、でまず手桶から水をそのポンプの中に入れるんですよね。そして入れて、そしてこうやりますと、この、下にある水と上からの水とが一つになって、ポンプでこう動かすと水が上がってくる、そういうポンプがあったんです昔。私の子供の頃は、今ではそんなものはないんですけどもですね、どこかの博物館にあるのかも知りませんけども、そういうようなものがあった。神様の愛という深い豊かな地下水のような水を汲み出すために、本当に私たちはですね、そのことを理解するために、母の愛というこの呼び水といいましょうか、それが注がれて、そして働いた時に、そこから神の愛となって今度は湧き出てくる。私はそういう意味においてですね、先ほど申し上げましたように、お母さんの愛というのは神の愛を伝える最初の宣教師とであるというふうに思っております。もちろんその愛が、あるいは偏った愛であるかもしれません、あるいは武骨で不器用な愛であったかもしれません、そういう表現であったかもしれませんけれどもですね、しかしそのように、たとえ無骨な愛であった、不器用な愛のお母さんの愛であったとしても、その愛によって神様の愛がそこから汲み出されてくるような、そういう意味合いにおいて、そういうふうに愛されていたということは大きな意味があると私は考えております。今朝ですね、まあ、そういう、ごめんなさい、そういうような中でですね、私は今朝ですね、来るちょっと家を出る前に新聞をですねちょっと目を通したんですね。で、私が撮ってる新聞は朝日新聞なんですけども、天泉神宮というのは必ず私は天泉神宮のところを読んでいるんですけども、天泉神宮のところにですね、佐藤八郎のことの詩が載っていたんですね。佐藤八郎って皆さんご存知だと思いますけども、詩人なんですね。もっと私よりもさらに私の年代からの頃からですと、実は佐藤光禄という小説家がいた、熱血野球少年みたいなんですね、そういう小説を書いた、その方の小説家の息子さんで佐藤八郎という詩人なんですね。で、この方 の, ご兄弟の方は佐藤愛子さんといって、やっぱりまた作家でもあるわけなんですけども、この佐藤八郎さんという方は、ね、やや変わった方でありまして、時には変人とも言われるような人なんですけどもですね、もう年老いてひげづるになって、そしてもう本当におじいさんのようになっても、お母さんのことを語るときに涙を流しながらお母さんのことを語る。で、その佐藤八郎さんの詩がですね、その天泉神宮に載っていたんですね。こう書いてありました。母あって我嬉しい、母あって我素直なり、母あって我よじれる、というふうに書いてあるんですね。書いてあった、もうお母さんを思う時に、母あって我嬉しい、母あって我素直なり、まあ、普段は素直でないのかもしれませんけれども、母の前においては我素直なり、母ありて我よじれ、よじれどういうことなんだろうかなと考えていました。お腹がよじれるということは、笑ってですね、こらえきれなくて、耐えきれなくて、もう笑いに向けてお腹がよじれるっていうような思いではないのかなというふうに、まあ勝手に解釈させていただいたんですね。
私たちが本当に笑い転げるような、無条件で笑い転げることのできるような、そういうのは年を取ってどん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 社会やいろんなものに染まってくるに従って、そういうことがなくなってくるんですよね。でも母の前で、お母さんの前で嬉しくって、そして素直になって、そしてもうお腹がよじれるように笑い転げ回るような、あのような状況が母との関係の中にあるということが、佐藤八郎さんのその詩の中にあったんですね。私それを書き取って、参りました。今日ちょっと紹介しようと思って書き取って参ったわけですけども、それほどこのお母さんというのは誰の心にも生きているということが言えると思います。今朝私はそのようなことを思いながら、今朝司会者にお読みしていただきました第二テモテの一章から、テモテのお母さんであるユネキについて、から恵みを受けたいと思っております。ここでただいまお読みしていただいたところに直接ですね、ユネキの愛について記されているのではありません。むしろその息子であるところのテモテのことについて記されているところなんですけども、しかしテモテのその信仰の在り方から見て、お母さんの姿が浮き彫りになって出てくるということだと思います。この子ありてこの母ありとも言いましょうかね。英語で言えば like son like mother ということでしょう。あるいは逆も言えると思います。 like mother like son とも言えると思うんですね。この母ありてこの子あり、この子ありてこの母あり、こう見ればお母さんが分かる、お母さんを見れば子供が分かるというようなことではないかと思うんですね。そんなことを思いながら、テモテを通してお母さんのユネキのお姿を見ていきたいと思ってまいります。まず第一に見たいことは、母ユネキは愛の人であったということです。4節のお言葉に目を留めていただきたいと思うんですが、私はあなたの涙を覚えているのでという言葉があります。これはパウロがテモテに書いた手紙なんですよね。若いテモテが牧会者となった若いテモテに対するところの手紙を書いているわけなんですが、その時にパウロはテモテに対して、私はあなたの涙を覚えているとこう言いました。そういう意味では、そういう意味ではテモテは涙の人でした。牧者として牧師としての働きの困難、あるいは試練からの涙であったかもしれない。教会、与えられている教会の働き、あるいは兄弟姉妹たちのいろんな状況を思いながら涙の祈りをする人であった。テモテがそういう人であったと思うんですね。このようなテモテが若い牧師となって、そして働いていくその中で彼の豊かな感性、他者に対する愛、おもんばかり、涙、こういったようなものはどこから来たのだろうかということをですね、思うことであります。これは先ほども言いましたように、彼のお母さんから来たものではないだろうかということです。愛の人でなくして涙の人ではありません。お母さんの豊かな感性の中に育てられたからこそ、テモテは涙の人、愛の人となったのだと思います。ああ、母ユネケの胸に抱かれた生活の中で、母ユネケの
他者に対するところの愛とか同情とかいろんなそういうものを知ってた。先ほど講読にもありますようにね、あれは神様と私たちの関係なんですけども、その胸に抱かれ、その膝に抱かれて、そして私たちは育てられたということですね。テモテも同じことだと思う。彼が本当にその仕事の関係において牧師の働きをしながら、多くの祈りの中に涙を持ってその働きをした、そのことをパウロは知ってるよとこう言ってる。でもそれは彼のその豊かな感性は彼のお母さんであるユニキから来たものであろうと思うんですね。私のですね、若い時からの友人で後に牧師にもなりました一人の友達がおります。K 先生という先生であります。もうすでに天に召されました、方でありますけれども、この方はですね、本当に信徒の頃から一緒にお互いにですね、祈りあったり賛美しあったりしてきた仲なんですけど、間なんですけども、彼はよく泣く人だったんですね。本当にもう御言葉に感動しては泣くんですね。御言葉開いて、そしてもうポロ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 泣きながらですね、証しをする人でした。あるいはですね、牧師になってからメッセージするようになったんですけども、自分のメッセージをしながら自分のメッセージで泣くんですね。私は時々ですね、まあ友達ですから、若い時の友達ですからね、時には辛辣なことを言うわけですけどもですね、お前は泣きを売りにしてんのかっていうようなですね、ことまで、まあ、言ったりなんかするんですけども、あるいはですね、説教終わって、そして学院に帰る電車の中でですね、いや今日私のメッセージに、ね、あの方が泣いちゃったよなんてですね、時には自慢することもあるんです。自分が泣くだけではなくて、人を泣かせるのもまた彼はよくやってたような人物だったんですね。非常にそういう方でした。ところがですね、後になって私は彼の家に行った時に、この先生のですね、お母さんにお会いしたんですね。このお母さんがね、感情豊かな人だったんですね。本当にですね、いろんなやることをやりながら涙を流したり、人のことを思うとですね、もう本当に人の世話を焼くことがもう一生懸命になっているような、そういう人物だったんですね。私はそれを見た時に、ああ分かった、彼があるような性格だったら、お母さんの性格をそのまんまもらってるんだなと、そういうふうに思ったんですね。そのような豊かな愛によって育てられてるからこそ、神様の恵みによって感動して泣き、また証しをしては泣く、そしてまた自分のメッセージで自分で感動してるんですね。そういうような、本当に私どっかで、私はですね、どっかもう引いたところがあってですね、いやいやそういったところがあるんですけどもですね、私と性格が真反対なんですが、しかし私は彼のそのような姿はお母さんからいただいたものだなと思いました。まさにテモテもまさにそうです。パウロはテモテのことを、あなたの涙のことを覚えてるとこう言いました。でもそれはお母さんの愛、お母さんによって育てられたその母ユニケの愛の日から来たものであろうと思うんですね。豊かな感性、豊かな愛の伝道者は、神道伝道者はお母様であったということだと思います。子にとってそのような愛は時には、あるいは疎ましいと感じるような時もあるかもしれない。
しかしながら私たちはよかれあしかれお母さんから愛を受け取っているんですね。そしてその愛はもう一度イエス様によって私が救われた時に、その愛はさらにイエス様によって浄化されて、そして聖霊によってさらに浄化されて、神の愛を伝える者、語る者へと変えられていく。それが私たちのクリスチャンとしての恵みであろうかと思います。母ユニケのこのは愛の人でした。この母の日を始めた人が先ほど言いましたけれども、このですね、アメリカのウェブスターにありますメソジスト教会の一人の姉妹から始まったんですが、その人の名前はアンナと言うんですけども、アンナという人がご自分のお母さんのことを深く思った時に、お母さんから語られた言葉が心の中に残ったんですね。お母さんも教会学校の先生をされていた方なんですけども、この時ある時にお母さんが自分のお母さんたちのに対する愛を表す方法を何か考えてみたらいかがですかといったようなことをおっしゃったそうです。それを子供の時に聞いてたんですね。で、アンナはやがてそのことを思った時に、お母さんが天に召された、そのことを思った時に、召されたお母さんのことに対してお母さんをどんなふうにして思い起こしたらいいだろうかということを考えた時に、この美しいですねカーネーションの花を持ってきて、そしてその教会に飾った。教会にいらっしゃったところの方々はそれを見てですね、深く感動した。で、その感動はその一教会、メッセージ教会だけの、その場だけで終わったのではなくて、それがその町に及んでいって、さらにアメリカ全体に及んでいった。まあ、その中にはですね、その働きの一つをした人にジョン・ワナメーカーという人がおりまして、デパート王と言われた人でありますけれども、まあ、ご自分のデパートで同じようにしてこの母の日に、ですね、お母さんのことを記念するためにそういったデパートを飾ったということであって、そのことがどっとアメリカに広まったという話でありますが、しかしながらこれは一人の女性が、教会にいた一人の女性が自分のお母さんの言葉を思い起こしたときに、どのようにしてお母さんの愛を、母の愛を表現したらいいだろうか考えたのが、たまたまそこで飾ったのがカーネーションだったんですね。今はそのことは花屋さんを設けさせているわけなんですけれどもですね、しかしながら本当に、今朝私は教会来ましたら、なんと玄関の前にそのカーネーションの花が飾ってあるんですね。びっくりしました。村上先生がですね、その鉢を買ってきて、そしてそれを飾られたっていう。先週村上先生といろんな話をしているときにですね、お母さんの話が出ました。先生は何気なく私のご自分のお母さんのことについて話されて、そして私のことを信頼して、おられるといったような内容のことを話しておられて、ご自分がアルゼンチンですか、アルゼンチン、アメリカまで行ったわけですけども、アメリカどころかアルゼンチンまで行きたいって言った時に、お母さんは何も言わないでいいよと言って許してくれたというような話をされてやったんですね。心配でないわけではないと思うんです。地球の裏側まで行くわけですから、大丈夫かしらこの子は、やっていけるだろうかと心配すれば、もう心配はどこまでも起きてくる。でも自分の産んだ子供を愛して信頼して送り出すというのもまたお母さんの愛ですよね。本当にそのようなエビリアイルを置いて、本当にこのお母さん、村上先生が
カーネーションの花を一鉢ばかりでね、二鉢ですか備えされたというのを思うときに、やはり先生の心の中にお母さんに対する思いもあったのではないか。そればかりではなくて、また教会にも、そのカーネーションを通して愛を教会の皆さんにも分かち合いたいというような思いもあっただろうと思います。さて、第二のところについて申し上げていきたいと思います。母ユネケは信仰の人であったということですね。はい、御言葉の五節の御言葉に目を留めてください。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしていますという言葉です。これはテモテの信仰に対するパウロの評価といいましょうか、いうものを書いてあるわけですけれども、テモテの信仰、それは純粋な信仰である。ピリピ人の手紙の2章の19節から22節に、私たちはこのピリピ人の手紙をずっとこう連行して礼拝で取り上げてきましたので、思い起こしていただけると思いますが、そこにはテモテの信仰について書かれているところですね。それは純粋な信仰であります。このテモテという人はアジア州のルステラというところの出身であります。パウロの第2回転で旅行の時からパウロの働きに一緒になった人なんですけども、多分その時が初めてイエス様を信じたのか、あるいはパウロとテモテの出会いであるのか、第1回目の伝道旅行の時もパウロはこのルステラのところに行っておりますので、あるいはその時に初めて出会ったのか、それは分かりませんけれども、ともかく第2回伝道旅行の時からパウロと一緒になった人でありますね。それ以来彼は忠実な弟子としてパウロに従って参りました。パウロはテモテを我が子と呼んでいます。ここのところでもそう書いてありますね。テモテの第2の手紙のところ、今読んでいただいたところにもそう書いてあります。我が子とこう呼んでおります。弟子の中からたくさんパウロは伝道しまして、そしていろんな方々がパウロを取り囲む人たちがいました。先週先生書も申し上げましたようにですね、コロサイ人の手紙の4章の方に、パウロがローマの牢獄にいた時に彼の周辺にいた、9年ぐらいの名前が挙げられております。9年しかいなかったというわけではないと思いますが、代表的な人たちの名前が挙げられておりますね。ですから何人かの方々がパウロの周辺にいたんです。でもその中からある方があるものはパウロからたもとを分かってパウロの元から去っていった人たちもいたんですね。パウロはそのことを後に書いております。誰と今日ここでは申し上げませんけれども、ですからパウロを中心としてその周りにいたいろんなグループが、そういった人々がいる、忠実な人々がいたんですが、一時は一緒にいても、あるいはそこからパウロに背を向けて自分の道へ歩んでいった、自分の道というか自分のこうパウロとの異なったたもとを分かったような状況の中にいる人たちもいた。でもそのような中でパウロテモテは最後まで忠実に従っていた信仰の人でした。私は本当に若い時から教会に導かれて、そして信仰を養わせていただいてきたわけですけれども、私の直接の信仰の導き手となった方はレイモンド・シロホンという先生であります。
愛の人と言われました。みんなそう言います。シェロー先生は愛の人であるとこう言うわけです。ですから非常に魅力的な人格を持った方ですから、本当にたくさんの方々がその先生を中心として集まってきたことは確かなんです。じゃあ集まってきた人が全部がクリスチャンとして教会に残って、そして教会を盛り上げて先生を助けていったかというと、必ずしもそうではない。ひとときは先生を中心としていた人がそれぞれ先生に背を向けてそこから去っていた人たくさんいるわけですね。いや、むしろ残った人よりも去っていった人の方が、先生との人生の中で先生と触れ合いながら、そして去っていった人たちの方が人数から言えば多いのかもしれません。統計取ったわけではありませんから分かりませんけれども、そのような中で本当にどうも箸にも棒にもかからないような人間である、このようなものがなおこの先生と共に最後まで、先生が天にお帰りなさる時まで先生と一緒に地上において主の働きをすることができたということは、私は本当に感謝しているんですね。優れた先輩たちがたくさんいました。私が初めて教会に行った頃、本当にもうきら星のようですね、若い青年男女がたくさん先生を取り巻いていたんです。私はその県外なんです、早く言えば。でもう先生に手を伸ばそうとしても、その前にそういった先生を取り巻いている人たちがたくさんいたので、手に届かないような、最初行ったばかりの頃はそういうような状況であります。でも何年かするうちに、私は先生のそば近くにいました。でもじゃあ最初にいたあの輝かしい青年たちや青年男女はどこ行ったのか、いなかったんです。残念だと思います。それとね、パウロも同じ経験をしてるんです。去っていった人たちがいました。でもその中でテモテは忠実に最後までパウロと共に信仰の人として仕えた人であったということです。それはどこから来たのか。彼の偽りない信仰、それは母ユニクから受け継いだ信仰であったということです。私の新学生の時代に同じクラスにおりました一人の姉妹がおりました。私は彼女が証しをしたその証しを今でも覚えております。まあこの方の出身は青森県の出身で、私は山形県の出身、同じ東北の出身だったので、話している内容のことがですね、大体なんか同じような条件の中で、ありましたので、印象深く聞いたのだと思います。で、彼女はですね、お母さんのことを思うときにいろんな語った話、証なんですけども、こういうことを言ってんですね。お母さんのことを思うときに何をイメージするか、何を思い起こすかということ、それは祈ってる姿だっていうんですよ。お母さんがいつも祈ってる。青森の冬、寒いところ、台所でいたのまでうずくまるようにしてそこで祈ってる。そのお母さんの姿を見る。朝起きた時に何気なしに何か台所でも物音がするなと思って、そしてふっと台所を覗いた時に、お母さんがその台所の板の間にひざまずいて、そして祈っている。その中に
神様との交わりをしている、祈りの交わりをしているその中に何かしらこう敬虔なものを感じて、自分がそこにお母さんといって飛び込んで入っていくことのできないようなそういうものを感じて、ところがその祈りは教会の働きのためであり、あるいは地域の人々の魂の救いのために祈り始めているような祈りだったんですけれども、あるいは兄弟姉妹の一人一人 のことの名を挙げて涙ながらに祈っているその姿、最後に彼女が耳にしたのは自分の名前だった。自分の名前を聞いた時に彼女の心の中に一つのこう旋律に似たものを感じたっていうんですね。まあ旋律というかね、もう一つのもう言い難い拭い難い一つの感動というか、そういうものを感じたというんです。牧師の娘です。3人娘の女の子がいるんです。そのうちの長女です。一番上のはお兄さんが一人いるんですが、このお兄さんはもう有名な人で、名を挙げることはこのネットですので名を挙げることは許されませんので、名を申し上げることはできませんが、そういう方に、この方がこの姉妹がやがてクリスチャンになって、そしてやがて伝道者になって、そして私の友人と結婚したんです。この方はこの友人がそこへ行って、そしてまあお婿さんのような感じになってその教会で働いて、今はその方は定年退職になっておりますけども、私の友人が、でも彼女がその証しを私は忘れることはできない。お母さんを印象深く心の中に感じた信仰の人だったんですね。信仰のバトンタッチをそこに見ること、そしてまた彼女もですね、またお母さんになった、そしてその彼女の息子も今は牧師となってバリバリやっておるんですね。信仰の人、愛の人であった、信仰の人であった母のよって手も手は育てられたということが言えると思うんです。最後のところについて申し上げていきたいと思うんですね。母ユネケは母を敬う人であったということです。同じ5節のところにもう一度目を留めてください。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユネケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちに宿っていると私は確信していますという言葉です。お母さんのユニケ自身がご自分のお母さんであるロイスを敬う人であった。ですからテモテはそのこのロイスから見れば三代目孫にあたるわけですよね。そういう関係で、ですからこのご自分のお母さん、このテモテのお母さんはご自分のお母さんであるこのロイスを尊敬していた人であるということです。そしてそれは天まで続いた信仰の継承と言いましょうかね、そういうことであると思います。おばあさんから受け継いだ、それはお母さんにつながり、そして自分にまでつながってきた。お母さんのユニケはご自分のお母さんであるところのこのロイスを心から愛し尊敬していた人であるということが言えると思います。そういう意味においては本当にこの信仰の継承ということは大切なことであると思います。
難しいということもあるかもしれません。家族伝道ということが難しい、どうしたならばどうこのですね、家族伝道することができるかなということで、いろいろといろんなものを書いてあるものもあります。しかしながら、どのようにしてという How to ではなくて、私たちは本当に家庭に対して家族に対してどのような愛の受け渡しをしてきたかということにかかっているのではないだろうかと思います。お母様のユリケはさらにお母様であるロイスを尊敬し愛し、その教えに従順に従ったからこそ、手元のような偽りのない信仰の実を結んでいったのではないだろうか。信仰の継承ということは本当にですね、この層の厚い大きな力と私は感じるんですね。日本ではキリスト教の信仰が一代限りであるというようなことを言われております。二代三代目というふうな続かない、なぜなんだという、そこには一つの問題があるかもしれません。その言い訳の一つにはね、いや信仰といえども個人の自由だから、自分の子供に無理やりにそれを言うことはやっぱり慎まなければといったような言い訳がありますが、そう確かに個人の自由なんですけども、けれどもそこの言い訳の中に逃げ込んでしまうこともあり得ると思いますね。ロイスは母ユネケ、そしてテモテという感じで、信仰の継承が続きました。ユネケもお母さんであるとこのロイスから愛された人だろうと思います。私たちは本当に愛を、何かを福音を語らなければこうしなければという以上に、本当に私が愛を注ぐならば、それによって神の愛を伝達していくことができるのではないか。言葉で語らなければならないと思うから、私たちは時には臆病になったりするのではないだろうか。真実私たちは愛を注いでいくだけで十分ではないだろうかということを思うんですね。今朝は母の愛の深さ、母の愛の尊さ、そしてそのような愛を注いでくださったお母さんに対する愛を、お母さんに対するをたたえて感謝する時であります。そのようなお母さんを私たちに与えてくださったことを、私たちは心から神に感謝する時でありたいと思います。私は自分の母のことを思うときに、本当に世の中のスマートなかっこいいお母さんであり、あってほしいななんて思いながら、若い時はですね、子供の時はあそこの友達のお母さんのようにかっこよくやってくれたらいいのに。でも私は思うの、今になって思うのは、生きるのに精一杯だったんですね。ですからそんなにスマートに自分の愛を、この子に対する愛を注ぐということのできない人だったと思います。じゃあ母は愛の人でなかったのか。 いえ、そうではないと思うんです。私も母に愛されたんです。だから今あるんです。母
に愛されたんです。だから神が愛であると言われた時に、愛は何であるかっていうことが分かったんです。もし武骨なあの母から愛されてなかったならば、武骨な表現だったかもしれないけども、その愛がなかったならば、私は神の愛に届かなかったんではないだろうかと思います。本当に不器用な愛ではありました。でも私もやっぱり母に愛されていた。だからこそ神が愛であるって言われた時に、神の愛を理解することができた。もちろんそこに聖霊が働いてくださったことは言うまでもない。私たちにお母さんを与えられていることを、私たちは心から感謝したいです。私の母はすでに天に帰りました。皆さんの中にはお母さんもなおいらっしゃる方もいるでしょうし、天にお帰りになった方もすでにいらっしゃるかもしれません。でもいずれにしても、私たちには全て母から生まれてきたものです。そして母に、お母さんに愛されたものですね。このお母さんの愛を神からいただいた愛であると感謝して、主の御名を崇めたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたの御名を崇めて心から感謝をいたします。手元を通して、手元を愛されたお母さん、そのお母さんを愛されたロイス、それの愛のその継承の中に私たちは今生かされていること、それは手元だけではなくて、私たちもまさ同じことであります。今私たちがあなた神様の愛を知るものとされていること、このような神の愛に生かされているということは、本当に私たちを愛してくださったお母さんの愛があったからこそ、愛とは何であるかということを私たちは理解し得たことであろうと思います。その意味において、私たちを愛してくださった愛が、時には稚拙な愛であったかもしれない、時には無骨な愛であったかもしれない、時には不器用な愛であったかもしれない、でも一生懸命私たちを愛してくださったお母さんの愛があったからこそ、私たちはやがてこのように生かされており、そしてさらに神の愛を知る者へとされていることを心から感謝いたします。この愛の中に生かされる私たちが、さらに私たちが愛していくもの、与えられていることを感謝いたします。愛しているもの、この者たちに私たちは本当にいただいた愛を惜しみなく注ぐものとさせていただくことができますように、助けを与えてください。今朝の礼拝を心から感謝して、尊い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。